装置の動作チェックをしないと。ああすみません、もうすぐ着きます。一人で何とかするよ。博士、危険ですよ。博士の熱意は尊敬するけど、たまに裏目に出ちゃうんだよな。怪我する前に行かないと。遅れてすみません。すごい。始めてたんですか。じきに委員会のトップがやってくる。心配するな。開発したのは私だ。一人でやれるよ。制御装置が。あ、まずい。あ、止めた方がいいんじゃ。まだだ。博士。博士、怪我は。また失敗か。だがあと一歩だ。怪我は？いえ、全部僕のせい。そのエネルギーレベルが予想以上でね。だが言い換えれば、これも研究が進んでいる証だよ。そんな風には見えませんけれど。本当だ、次こそは。先走るのはやめましょう。場所を変えてお話できます？ピーター、今日はもう帰っていい。でもまたゆっくり話そう。ほんと最悪。制御装置が効かないなんて。博士には休めって言われたけど、ひどい姿になっちゃって。何がまずかったのかな。回路が焼けてる。くそ、僕が事前チェックしてれば絶対見つけてた。やった。サーボ制御のルートを変えてっと。
いいぞ。それじゃあ次は。そしたら今度は電圧を再調整。終わり。それじゃ試してみるか。新品同様。博士は義手用の素材をテストしてたんだ。そういえば研究成果をレビューしてくれって言ってたっけ。今やっちゃおうかな。博士は義手の新しい素材をテストしてたんだ。ハイドロゲルとポリマーの合成素材、強力だけどインピーダンスが高い。他の素材探した方がいいって伝えなきゃ。よし、これ以上ヘマしたくないし、今日はもう帰ろう。スパイダーマン、こちらユリ。フィスクはもうライカーズ？ライカーズじゃない。あいつはVIP待遇されるらしいから、ダフト刑務所。ああ、スコーピオンやエレクトロと一緒ってこと？フィスクもついに大御所の仲間入り。ちょっと署に寄ってくれる？問題が起きてあなたの力を貸してほしいの。君のためなら喜んで。すぐ行くよ。うん、ファクトニュースの最新号か。僕の大ファンはフィスクの逮捕をどう思ってるのかな。ジェイ・ジョナ・ジェイムソンのファクトニュースへようこそ。リスナーとこの街の問題について語るのはおなじみビューリッツァー賞を受賞した二度な二度も受賞したデイリー・ビューグルの元編集長だ。本の宣伝。そしていつも通り彼の著書スパイダーマン脅威か悪党かを放送の24時間以内に注文すると追加でサイン入り版をゲットできるぞ。宛名は書かないからな、調子に乗るなよ。諸君、ジェイ・ジョナ・ジェイムソンのファクトニュースだ。世界にあふれる未知の脅威についてお知らせしよう。早速電話をつなぐぞ。しゃべって。スパイダーマンはウィルソン・フィスクを倒したんだから敬意を払うべきじゃないか。だってギャングのボスが減ればみんなハッピーだろ。なるほどな。それで君は警官か検察官、それとも私のような百戦錬磨の受賞歴のあるレポーターか。いや、配管業者。なるほどな。じゃあ黙ってうちのトイレを直してろ。暗黒街のボスについての豆知識だ。人に消えると。禁煙したんじゃなかった？なんて言い訳してここに来るの？くだらない話し合いには飽きたって。なるほど。で、話って、パーティーにエスコートしてほしい？白黒のスーツあるの？ああ。パーティーなんてないわよ。オズコープの監視システムに予算使い果たしたし。あれ便利だよね。そうね。1時間前まではシステムがダウンしたの。街中根こそぎね。なんで？メインサーバーが妨害されてるらしくて、どのタワーもオフライン。スパイの仕業かもね。犯人探しはあと。
今はタワーを復旧させないと。急いでね。それで僕呼んだの？ああ、ロマンチック。信頼できる人が必要だったの。それに信号が暗号化されててお手上げなのよ。うん、やりがいありそう。壊したら弁償よ。信頼してるんじゃないの？このタワーを見てみるか。周波数が変更されてる。やるな。タワーがオンラインに戻ったみたい。さすがね。見かけ倒しじゃないでしょ。ともかく他のタワーも直してくれない？もちろん。ねえ、ところでさ、直す途中でタワーに同期したら近くの犯罪データが送られてきてさ、この辺で窃盗が起きてるみたいなんだ。ちょうどいい。近くに部隊がいるわ。いいって、僕が行く。やれ、見張ってろよ。鍵忘れたって感じじゃないよね。よし、退治完了。ありがとう。今度は近くで暴行事件ね。ついてるね、ユリ。君のお気に入り、こわもてだけど憎めないベテラン刑事の登場だ。え？ちょっとやめて。もうそれはやらないって約束。スパイダーコッペ。勘弁して。垂れ込んだのはてめえか。近寄るんじゃないよ。ああ、こいつだよ。近寄るなってば。あっち行って。おい、騒ぐんじゃねえ。話してやれ。もう大丈夫ですよ。やっぱりジェイムソンは間違ってたんだね。あんたは変わり者だけどいいやつみたいだ。行く当てはあるんですか？心配いらないよ。あ、もちろんそうだよね。でも参考までにフィーストセンターっていう場所があるんだ。知ってるよ。施しはごめんだね。美味しいパンケーキがあるんだよ、町一番。母さんがよく作ってた。もう長いこと食べてないけどね。行ってみるよ。ありがとう、スパイダー男。じゃなくてスパイダーマンね。上に登って次のタワーを探そう。
空高く舞い上がり、スパイダーボスは次の目的地、監視タワーを探すのだった。それってナレーションのつもり？え、まさかあんなわけないだろ。スパイダーコップに手を焼く所長、二人の溝は深い。頼まなきゃよかった。タワーを改良すれば犯罪以外も追跡できるようになるかも。成功。タワーがいろんな無線タグの信号を受信し始めた。この近くのは何だろう。びっくり、僕の高校時代のバックパックだ。そういえば追跡ドットを仕込んだんだっけ。街中探せば他にもあるかも。MJ